たずり。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は織田家の飛び地を攻略していたらなお家がお亡くなりになったところまで。時代の秀家は無事浮田家を盛り立てていけるのか。浮田騒動が起きないようにきちんと体制を整えていかねばな。なお家からの子三二代目は遠くへ赴任させておけば残言もできまいよ。それでいくか。ここで大量出奔からの弱体化イベントとか嫌すぎるからな。実際そんなのはないけど。あったら嫌だしな。間違いなくな。さて、なお家のもが明け次第織田家を攻めねばな。そろそろ東の情勢も怪しい雰囲気が出始めてるし。武田家が勢力を回復しても鬱陶しいからな。それもあるな。サクサクと織田家の城を攻略して東への足がかりを作っていこうじゃないか。攻略も地道に頑張ってる。官兵衛と高虎が地約100超えだから頑張ってもらわねばなんだぜ。ここで武田家が国峰城を攻略。そこで甲状腺異風が起きてもな。もっといいところで使えてたら勢力回復できたかもなのに。なんもない悲しみ。こういう甲状腺異風が一番寂しいんだぜ。で、前回大暴れした一団が清須、名古屋を目指して進軍中。どこまで行けるかは怪しいけど。成功率が5分か。収入が安定し次第、上人を最大まで上げたいんだぜ。成功率 20% 増はでかいもんな。今でも 10% 増ではあるが、さらに増えればだからな。攻められておる。城攻めを始めるぞ。ここで新宮城を奪い返された。地味に守りにくい城だから面倒なんだぜ。他を攻略してからかな。それか陽動陽だな。織田家はボロボロだから清須と名古屋は楽勝かなと思ったら。手に入れるぞ。よろしいですかね。地味にいろいろ忙しかった。城攻めもそれはそれで忙しいんだが。清須名古屋だけじゃなく前回奪い返されたあの宇津も攻めてる。これだけ攻めてたら織田家は対応不能だろうと思ったら。地味に迎撃されてるな。あの宇津も固められてるんだぜ。ここに来て微妙に苦戦するとは。新宮城奪還部隊も苦戦しているな。陽動だから気にするな。ここでなんとか清須城を攻略。6万くらいいたと思うんだが。すでに2万もいない。お明けはまだまだ盛況か。あの宇津城も物量で押して。問題は本田忠勝なんだぜ。特性が発動してるし、なんだかんだで6000くらい吹き飛んでるし。頼むから無双はしないでくれ。陽動予定が、あまり引きつけられずそのまま新宮城を攻略してしまった。結果論的にはいいか。織田家の城を一つでも取れればな。こっちは4万くらい動員したけど。腕が鳴るわい。有限構成は成功してるみたい。有限まではいけるんだけどな。引き抜きが良くてボブばっかだからな。やはりなお家が抜けた穴は大きいんだぜ。厳しいな。忠誠の低さが引き抜きやすさというわけでもないからな。みんなに頑張って気力を上げてもらうしかないな。決戦の末、あの宇津城を攻略。なんとかなったな。奪還に来なきゃいいけど。信長様一人で落とされる可能性があるからな。前回はまさにそんな感じだったし。今回はそうならないよう気をつけねばな。普通なら即採用だけど。残念なんだぜ。駿河方面で武田家が攻勢に出てる。なんだかんだで勢力を盛り返せてるのがすごいな。やっぱ自力はあるんだよな。織田家が弱っているというのが前提の盛り返しではあるが。それはな。相変わらず厳しい成功率が並んでる。ダメ元でやっていくか。やらないといつまで経ってもそのままだしな。武田家が神原城を攻略した。織田家はかなり苦しい展開だな。うちだけじゃなく上杉家に武田家も相手にしてるわけだからな。敵が多いのは大変だな。ここで3人も元服。どんどん時代が出てくるな。まあ、あまり期待できないのもいるけど。暗躍があるだけマシかもな。長政。私的には嫌いだが、優秀だから今回は目をつむるんだぜ。好き嫌いで武将を使わないのはもったいないからな。今の浮田家の状況を考えるとさらにな。元城さんが。うちの協約係なのに勘弁してくれよ。
これは非常にまずい展開かも。時代が育ってない状況でどんどんお亡くなりになるのは勘弁なんだぜ。今後の戦いを楽にするべく岐阜城を攻め、甲状腺 F を活用したいところなんだぜ。ここで磯野くんの引き抜きに成功。そろそろ寿命な気配がするが、死ぬまで働いてもらえばいいでしょう。それもそうか。竜竜はほんと成功する。ここで音の家から飛車が援軍だと。まさか島津家が動いた。このタイミングでか。援軍は出すけど間違いなく音の家は負けるはず。東へ力を注ぐか、西を制するか、難しいところだな。ここでまさかの跳躍バリアが。大谷義継め、そんなことより織田家を勝たせることに注力しろと。引き抜かれたらその時はその時で。てか、織田家から引き抜いた後だから問題ないだろ。となると尻尾だけか。岐阜城包囲は織田家の援軍のせいで少し面倒なことになりつつある。九州戦線も気になるし、両山での戦いは厳しすぎるんだぜ。落ち着かせるために内政を。そうだな、少し落ち着かねばな。落ち着いたところで九州は放棄決定。岐阜城を攻略してから考えるんだぜ。どんどん集まってきてる。合戦をする用意はあるが、岐阜城を攻める前に消耗したくないんだぜ。でも、やらないと岐阜城は攻められない。他もどんどん織田家を攻めろよ。覚悟を決めて合戦を挑んでいく。無駄に部隊を集めてしまったが、行くはないんだよな。防衛拠点バリアを使われるから。戦場は微妙に小細工を使えないところ。どこか薄いところを突破しての木口狙いか。右側が多いからそこを封鎖して後ろに回り込むか。うちの右側の存在は度外視になるが、どこかは絶対消耗するから、それを最小限に抑えられるかどうかだな。中央で突破に成功。左右に展開してこれないようにしつつの木口破壊を目指すんだぜ。みんな急げよう。足止めも頑張らねばな。よし、一つは破壊した。それで勝てるほど甘くはないんだぜ。もう一つか、どこか要所を。まず一つ。要所一つでは足りないか。ここでお手おせになればいいけど、こっちはすでに2万近くやられてるんだが。岐阜城攻略に支障が出そうなレベル。なんとか要所を制圧して勝利。結果を見たくないレベルの損害を受けているんだぜ。勝ったはいいけど、よう戦ったぞ。大損害3万5千もか。織田勢の 1.5 倍の損害とかな。質では負けまくりだから仕方ないんだが、合戦の痛では癒せないけど、今集められる全力は集めたんだぜ。部隊数が増えたのに兵数はそこまでなのが、先ほどの合戦の痛でがな。なければもう5万は増えたかな。間違いなくな。とにかくこれだけ集めたんだ、負けはないだろ。負けたら一大事だからな。微妙に攻めづらいか。回り込めそうなところがあるから、突破できるかが勝負だな。あとは時間との戦いかな。それもあるか。各所で攻撃準備を整えて。行けるところはどんどん行ってくれ。聖狼が地味に支援してるのが。設備は充実してるはずだから反撃が痛いかもしれん。ゴリゴリ減ってる気がするけど。まだ縄文前でもないのにこんなに損害を受けるか。てか、聖狼が多すぎ。そういう武将を集めたのかもな。鉄壁の守りになってるかも。まず一つ破壊。工作人所だからあまり勝ちなしなんだぜ。聖狼破壊できなきゃだな。破壊しないと前にも進めんからな。聖狼が破壊できてないのにどんどん存在が増えていく。すでに2万近くやられたか。織田勢は3000程度しか減ってない。存在費としてはそんなもんという気もするが、聖狼と縄文でどこまで削られるかだな。聖狼を破壊した。よし、縄文前に迫れる体制はできてきているんだぜ。なんか存在を受ける速度が上がってる気がするけど、大野さんが撤退。引き低下が痛いんだぜ。
すごい勢いで残りが7万切った。何が起きているというんだ。まだ縄文前でもないぞ。これで聖楼を破壊したはず。縄文を攻撃できればいいんだが。マキさんが撤退。苦しい状況は変わらずか。まだ聖楼があるんですけど。ここで削られていたのか。非常にまずい展開になりつつある。ようやく縄文を攻撃できる。よし、一気に突破して本丸を制圧すれば。サダユンもいるからなんとかしてくれるはず。他でも攻撃を仕掛けてどんどん削れればいいんだが。おかげでよ撃破。これで織田勢の残りは5000程度。こっちの残りは4万切って3万も切りそうな勢い。普通に考えて諦めムードだな。次の機会に頑張りますか。最大限努力はするが。一つの方面はほぼ壊滅。攻め口の残りは2つだけか。てか、ここしか行けてない気がする。森勢を撃破して。このままここで削りまくれればいいんだが。まずは縄文破壊だ。破壊した。よし、体勢を整えて本丸制圧を目指すんだぜ。もう一つも最後の力を振り絞り。山の内勢を撃破。これで残り2部隊だが。こちらの残りは2万を切った。士気もどんどん低下して回復する見込みはないんだぜ。綱さんが撤退。戦える部隊がどんどん減っていくんだぜ。元城さんも行くしかない。病気を押しての出陣だが。本丸を叩き続けていた。サダユーが撤退。これは終わったな。もう攻める戦力は残ってない。士気ももう無理だな。本丸の耐久はまだ半分近くあるし。最後の突撃に望みをかけるか。ここで秀家も撤退。残りも1万を切り、式の残りも100を切っているんだぜ。とここで土井さんがまさかの本丸制圧。皆が積み重ねたものを土井さんがものにしてくれたな。もう勝ってるのか負けてるのかわからない結果だけど。どれだけ損害を出そうが勝てばいいんだぜ。勝ちの気を上げるのだ。ひどい結果だ。9割やられたのか。それでも勝ちは勝ちなんだぜ。ほんとみんなよく頑張った。そして、喜びの工場戦 F 長さん。歓喜の時だな。音に聞け、我らの勝利を。美濃と終わりのほとんどを寝返らせたかも。これだけの大戦果を上げれば十分だな。当分動けないかもだけど。回復には時間を要しそうだな。城攻め、成し遂げたり。岐阜城攻略地で織田家の本拠がどこに移動するかも気になるところ。協約がな。というわけで、激戦を制して岐阜城を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。